どうも、かまいたちです。どすこい、どすこい、どすこい、どすこい。どうしたんですか？はい、右肩が今。あ、そうです。あ、なるほど。手術直後。なるほど、なるほど。片手どすこい。左手、もんがどすこい。しました。さあ、ということで今回はブレインスリープさんからコラボ依頼いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらブレインスリープピローという枕でございますね。はい、枕、こちらを販売してらっしゃる会社さんでございます。めちゃくちゃ大人気で。そうなんですよね。はい、僕らも今もう使ってるんです。そう、いただきまして使わせてもらってるんですけども、はい、この反発具合がね、ちょうど楽でね、はい、寝やすい、寝やすいですね。さあ、そんなブレインスリープさんとコラボですので、うん、今日は睡眠あるある、はい、ちょっとお届けしたい。あるんじゃないですか。あるよ、睡眠あるあるは、うん、寝たことない人なんていないんだから。そうですね。みんなが持ってるあるあるですよ。やまない雨はないに次ぐ名言ですね。寝たことない人はいない。そうよ。こちらの枕を使わせていただいて、はい、睡眠あるあるを発表していきたいと思います。やっていきましょうか。あ、さあ、振らなきゃ。どっちから振らなきゃ。眠たい回ししてもんだわ。おい、枕だけに。まず最初のあるあるです。どうぞ。いや、これはあるんですよね、やっぱね。しなくてももういいのに、ネタをね、繰り返し頭の中で、俺の場合はもう練習しちゃうのよ、寝る前。あ、そう、そら出られへんようになるわ、脳みそ動くのに。そう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 。一つ言っておきたいのは、その時ブレインスリープさんの枕じゃなかったということだけは言っておきます。出会ってたら寝れてたんですけど、もうクソみたいな枕使ってました。おいおい。まあ、何の枕使ってるか知らんからええけど。だから寝れなくて、次の日も早いのに、3時ぐらいまでなんかもういらんことして、カッカカッカして一旦リビング行って、ああ、もうそうなったら寝れない、ね、なんかちょっとドリンク飲んで、ふうみたいな、明日人生が変わるのかとか、なんか壮大なことを思いながらもう一回。そう、そっちに行ったら余計あかんよ。余計あの優勝したシーンまで行っちゃうともう寝れないよな。まあ、だからそういう時でもこのブレインスリープピローをね、うん、使っていく。やっとけば寝れてたはずです。あんなギンギンにならず。そういうことですね。はい、じゃ続いてのあるあるこちらです。そうか、親戚の家か。絶対経験したことある、誰でも。ある。もう俺親戚の家もあるし、修学旅行先とか、ああ。一瞬は今日からも来るなって、あそこまでパニックにはなれへんけど、ね、どう思った、あいつは。はっはっはっみたいな、なんか怯えてたけど。あくまではなりませんけど、へっへっへっぐらいはあるよね。うん、あっ、うん、ぽってなるよね。へっ、あっ、うん、ぽ。そんな、それ誰やっけ。吉本新喜劇のニーナさん。ニーナさんの、なんか見たことあるなと思って、誰でも知らんのよ。もう先輩かあれやけど、新喜劇のニーナさんの、あっ、うぽってなんか押して、あっ、ほ押してはったけど、もう流行らなかったし。あれない、あの掛け布団でさ、うん、縦か横か分かれへんくなるっていう。ああ、ダブルにしてから余計あるかも。そう、正方形になんか限りなく近いからさ、うん、バサーンってやって、うん、一回寝んねんけど、なんか足出るなと思って、うん、こっちからって縦にし直すけど、それでもなんかしっくりこなくて、え、じゃあ結局これ縦ないんかよ。あと、そのベッドのカバーを買って、間違いなく
合ってるはずなんやけど、うん、こんな引っ張らなあかんのええのこんな引っ張ってなんかもうヘチンって言いながらよしこっち行ったちょっとでも外れたらブリンってなるんですよ、ね、こんな引っ張らなあかんことあんのかなあるわ。あとあれもないあのマットレス引いてで寝てでもう一個同じマットレス上に乗せて、はい、なんかサンドイッチみたいな気分になって寝たらサンドイッチの夢見るってなる。いや、わかんない。それ特殊ですよ。もっとあるのが来るかなと思ってたら全然ないの来た。ないですか。ないないですそれ。では続いて3つ目のあるある、はい、どうぞ。めっちゃあるこれな。結婚してから余計にですね。なんなんやろなあれ。子供もいるし、そうやね、ほんまに起きないように気を使って足音立てないようにするんですけど、まあ今の携帯はね思いっきり音出ましたけど、携帯じゃなくてもなんで今こんなきしんだとか、わかるわ。ベッドの中にギーみたいなのがそんな時に限ってなって、多分寝室こういうドアやろ、うん、うちはこう3枚重ねになってて、こうグーグーって開けるの、ね、寝室のドア、うん、ほんまにあんねんけど、いつも絶対そんな音ならんねんけど、夜中おしっこで目覚めてトイレとか行く時に開けるやんか、1枚目のドアスー、2枚目のドアみたいな、なんてことないやんこんな音って。なんねんな。あとあれない、パッて夜中目開けたら、うん、起きてた子供が、うん、めっちゃ見てて、あ、怖ってなると、ね、怖っ、あんでわかんで寝ててパッて見られたら、ここに子供がめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、あ、来たそれめっちゃ怖い、あんで心臓ない。いや、俺まだないけど、あ、それめちゃくちゃ怖い。俺の勝手な意見ないけど、うん、ショートスリーパーなんておらん。いや、いるでしょ、あんだけ言ってんねんから。1日3時間しか寝んでもいけんねん、寝んのもったいないで、ね、うん、働きたいねん。絶対寝てるよ、絶対寝てると、絶対寝てるって。何かしらちょんちょんちょんと寝て、結局人と同じぐらい寝てる。あんま大きく寝てるネオ師匠は、でも俺ほんとやっぱネオ師匠やなと思ってるけど、めっちゃ寝る時間短いねん。でも編集とかしてる、それショートスリーパーやんって俺が言ったら、でもめっちゃ眠たいんですけど、だからショートスリーパーやんしっかり無理してる。無理してるんだよな。あ、よかった、さすがネオ師匠。ネオちゃんにもあげよう。勝手にお前が決めるってことね。ここのトップ のジェルオに言って、通称ジェルオっていう人がいるんです。洗面器にジェル言うてこうジェルオやな。なんかあるある、最後ある一個。最後やっぱり朝起きて、うん、今日は休みだと思う時に限って天井からなんか緑の液体滴って。そうなんだよ。そうなんだよ。めちゃくちゃテンション下がる。何やねんそれ。聞いたことないね。何それ緑の液体って。緑の液体が滴ってちょっと何でやねんってなる。さあ、ということで、改めまして、はい、こちらのブレインスリープさんのブレインスリープピローでございますが、はい、スタンフォード式最高の睡眠の著者であり、うん、睡眠研究の第一人者である西野誠二教授によって生み出された睡眠研究の集大成ともいえる脳が眠る枕、はい、まさにブレインスリープピローでございます。睡眠の質で重要な眠り始めの90分の質を高めるポイントを詰め込んだ枕でございます、はい、通気性の良さ、はい、これが何より素晴らしいんですか、はい、こちらね。で、洗えるから、うん、なんかやっぱり枕って意外に清潔にしてるかどうかって言われると、うん、結構ほったらかしになりがちなもんやと思うんで、ね、これバーって洗って、うん、
すぐね、天日干しして乾いて使えるっていうのはめちゃくちゃいい。お手入れは簡単なのは絶対いいですからね、うん。こちら低反発と高反発を組み合わせた3層構造になってまして、うん、1週間ぐらいかけてこう自分の頭にどんどんフィットしていく形になってますので、はい、オーダーしたような枕になるということです。さあということで最後にこちらの、睡眠研究の集大成ともいえる脳が眠る枕ブレインスリープピローが気になる方、概要欄に詳しい情報を掲載しておりますので、そちらの URL をチェックしてみてください、はい。リアル店舗での販売がないみたいなので、はい、ネットでの公式ホームページからの購入ですね、購入となりますので、はい、皆さんご覧ください、うん。チャンネル登録お願いします。さあ、今回はですね TBS ラジオの我々がやらせていただいているかまいたちのヘイタクシーかまたくの収録後にこちらの動画を撮影しました。そうなんです、だからラジオの方でもブレインスリープさんに訪問しているロケの、うん、内容が流れますので、はい、それが3月22日に放送で、この動画の前日に、うん、放送でございますので、あ、そうなんですね、見ていただきたいと思います。聞き逃した方はラジコでも聞けますので、うん、ぜひお聞きください。ということで、本日はブレインスリープさんとコラボでしたが、山内さんいかがでしたか。はい、もう何個か枕いただいて帰ろうと、そういう気持ちしかもうないです。横島眠たいこと言ってんじゃねえよ。あ、枕だけに。お先真っ暗やよ、まあ、そんなことで撮ったら。入った入った、ゾーン入ったんちゃう。見ろ、ピロよ、ちゃんとみんなの顔を。ああ、3つ、まあ、次で出ない。これね、4つで出ないんですよ。3つ目まではね、今まで何回か見たことあるんですけど、4つ目が出ないんですよ、うん、残念です。ハーハー言ってます。